新曲たちは AKB48 の2枚目のベストアルバム。2010年4月7日に U.B.E. クールから発売された。キャッチコピーは、さあ、これからだ。AKB の歴史は始まる。グループとしては約2年ぶりのアルバム。同時に2008年にキングレコードに移籍してから初めてのアルバムでもある。新曲、自分らしさと君と虹と太陽とは、 通常版にのみ収録されている。特典には、初回プレス版に生写真1種類が同封され、劇場版は発売記念第3回参加券が封入された。初週売上約29万5000枚で、自身初の週刊アルバムチャート1位を記録。50万枚を突破したアルバムである。2010年度のオリコン上半期、アルバムチャートで6位にランクインし、 同年度の年間アルバムチャートでは12位にランクインした。翌2011年度においても上半期チャートで39位、年間チャートで61位にランクインした。HMV 渋谷の正面入り口に展示された新曲たちの宣伝看板。曲の詳細解説については AKB48 の関連作品をタイアップについては AKB48 のタイアップを 参照シングル曲はすべて配信限定シングルを含めたメジャーシングルの通算枚数。ジャケット写真、板野智美、大島優子、柏木由紀、北原里秀、小島春菜、篠田真理子、高木明、高橋南、前田敦子、松井樹里菜、宮沢さえ、渡辺真由里は、4時43分、フォーティーンスシングル表題曲。ベビー、ベビー、ベビー、ベビー。 4時1分 9th シングルとしてリリースされたベビー、ベビー、ベビーを解題し、歌唱メンバーのみを変更したもの。CD 初収録。大声ダイヤモンド、4時8分 10th シングル表題曲。君のことが好きだから、4時10分、アンダーガールズ 14th シングル、リバー、カップリング曲。初日、3時49分チームビートエルフシングル、涙サプライズ。 カップリング曲。スタジオアルバム、チーム b サードステージ、パジャマドライブ収録のものと、ナインスシングルベ、ベビー、ベビー、ベビー、として配信されているものとは、歌唱メンバーが異なるシングルバージョン。10年桜、4時15分イレブンスシングル表題曲。飛べなやげ波長、3時42分、アンダーガールズサティーンスシングル、言い訳メイビー、カップリング曲。 涙サプライズ。4時42分 12th シングル表題曲。Choose Me。4時2分。チーム U 字 15th シングル。桜のしおりカップリング曲。遠距離ポスター。3時18分。チーム PB15th シングル。桜のしおりカップリング曲。言い訳メイ m a v e 4時9分 13th シングル表題曲。飛行機雲。4時1分。 シアターガールズ 14th シングルリバーカップリング曲マジスカロックンロール3時41分 15th シングル桜のしおりカップリング曲桜のしおり4時 15th シングル表題曲自分らしさ5時1分オノエレナ佐藤スミレ渡辺真由初収録でトライ式高等学院 CM のタイアップソング君と虹と太陽と 3時37分発収録曲。本作発売当時の AKB48 正式。メンバー48名全員参加の楽曲。DVD 大声ダイヤモンド振付ビデオ言い訳。メイビー振付ビデオリバー振付ビデオ特典制。写真1枚。ジャケット写真。前田敦子ディスク1リバーベビー,ベビー。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 大声ダイヤモンド君のことが好きだから弾く。 アンダーガールズ初日引くチーム B10 年桜飛べない、揚げ波長、アンダーガールズ涙サプライズ。チューズミー、チーム U 字遠距離ポスターマイナスチーム PB、言い訳メイビー飛行機雲、シアターガールズマジスカロックンロール桜のしおりディスクに、メンバー数人が、各楽曲を BGM に、その楽曲の感想や、裏話などを披露する、オーディオコメンタリーを収録。 リバーベビー、ベビー、ベビー、大声ダイヤモンド君のことが好きだから初日10年、桜飛べない上げ波長、涙サプライズ。チューズミー、遠距離ポスター言い訳メイビー飛行機雲、マジスカロックンロール桜の使用り特典。ありがとうございます。